ホセエミリオアマビスカ・ガラーテ、ジョゼエミーリオアメービスカ・ガーテ、1971年6月19日帯は、スペインのラレド出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは FW、左サイドの MF。カンタブリア州、ラレドで生まれたアマビスカは、地元のクラブである SD ・ラレドに、入団、1988から89シーズンに、 テルセーラ・ディビシオン優勝を経験。翌年に、レアル・バリアドリードへと移籍した。1992から93シーズンにウェリエイダ、エレンタル移籍した。1994年夏に、レアル・マドリードに加入、移籍初年度は10得点を挙げ、4年ぶりにプリメーラ・ディビシオンを、制覇、1997から98年の、 チャンピオンズリーグ決勝でも後半途中から出場するなど多くのタイトルを獲得した。1994から95年のクラシコ FC バルセロナ戦ではサモラーノの先制ゴールをアシストすると自らもゴールを決め5から0での勝利を引き寄せるなど同シーズンはドンバロンアワードの最優秀スペイン人選手に選ばれた。1999年1月 地元カンタブリア州に本拠地を置くラシン・サンタンデールに移籍。2001年から所属したデポル・ティ・ボラ・コルーニャでは、プリメーラ・ディビシオン2となったほか、カップやスーパーカップも手にした。しかし、続く2年は、フランやアルベルト・ルケなどの存在もあって、出場機会は限られるものとなった。2004年から1年間、RCD s パニオールでプレーした後、引退した。 バルセロナオリンピックにスペイン代表として出場し、金メダルを獲得。1994年9月7日の UEFA 欧州選手権1996予選、キプロス代表戦でフル代表デビュー。1996年の欧州選手権にも出場した。ありがとうございます。